経済協力開発機構の報告による各国年間平均労働時間の推移日本の年間総実労働時間数の推移。ただし、不払い残業や副業を除く。また、1969年以前はサービス業を除く規模30人以上事業所を対象とした数値である。1970年から1989年は、 サービス業を含む規模30人以上事業所を対象とした数値であり、1990年以降は規模5人以上事業所を対象とした数値である。長時間労働とは、労働時間が本来予定されている時間数と比較して、特に長いこと、またはその状態を指す。2020年現在、OECD 加盟諸国において労働時間を比較した場合、 2000時間年を超える国は上位からメキシココスタリカとなっているかつて日本も2000時間年を超えていたが1992年以降は2000時間年を切り2019年時点で1669時間年年となっているただしパートタイム労働者を除いた場合は2019年で1978時間年であり 平成期は2000時間、年前後で推移している。さらに、業種別で見た場合、建設業、運輸業、郵便業は2000時間、年を超えている。また、このデータは、毎月勤労統計調査によるものであるが、あくまで企業側に認められた労働者に支払う、労働時間に対する対価に対してのみであるため、不払い残業や副業は含まれない。 労働者の自己申告に基づいた労働力調査によれば2020年は1924時間年であり2000時間年を切ったのは2018年以降である。ただし2020年は新型コロナウイルスの流行の影響により新型コロナウイルスの流行による経済的影響により時間外労働の減少や 宿泊業や飲食業をはじめとした休業者数の増加もあることに留意する必要がある。労働時間は各種の法令等により上限が定められているが、実際の事業上ではこの上限を超えて使用者が労働者に労働させている例がまま見られる。著しい長時間労働は生産性の低下や労働者の健康問題を引き起こすことから、 長時間労働を規制するための法の枠組みが必要となる。日本では具体的にどのくらいの時間数を超えれば長時間労働に当てはまるかの明確な定義はないが、概ね以下の指標が目安となる。就労労働時間別男性労働者の内訳推移2012年以降は平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく労働力調査よるデータである。 就労労働時間別女性労働者の内訳推移2012年以降は、平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく、労働力調査よるデータである。就労労働時間35時間以上のもののうち、60時間以上、及び49時間以上のものの割合と就労働49時間以上、労働者に占める60時間以上のものの推移2000年以降は、 平成27年版労働経済の分析にあるデータでなく労働力調査よるデータである。週60時間以上男性非農林業労働者の割合の推週40時間以上非農林業、男性労働者に占める週60時間以上、労働者の推週60時間以上非農林業、女性労働者の割合の推週40時間以上、 非農林業女性労働者に占める週60時間以上、労働者の推移。業種別労働者全体に占める週労働60時間以上の、ものが占める割合推移週40時間以上、労働者に占める週60時間以上労働者の、推行性労働省の、令和2年版過労死逃亡死対策白書及び、平成27年版労働経済の分析と、総務省統計局の、 労働力調査によれば、週60時間以上の長時間労働者は、以下の表のようになる。1955年以降の傾向、一橋大学経済研究所の神林流によれば、1955年以降の、週労働60時間以上のものが占める、割合の傾向は、20%前半台にあった1956年を、ピークに高度経済成長期を通じて、 第一次オイルショック後の1975年には10%近くまでとなり減少傾向にあった。しかし、1976年からバブル景気の最中にある1988年まで増加傾向となった。そして、1987年の労働基準法改正を機にバブル景気の最中にある1988年をピークに減少し、 その後、1998年から2003年の間に増加したが、2004年以降は減少した。そして、2008年以降は、労働力調査より10%を切っている状況であり、2020年時点で約5.1%であり、1955年以降、最小の割合であった。また、同じく2020年で、 就労働時間35時間以上労働者のうち、月末週が60時間以上のものが約、約7.8%となっている。実数では、約296万人いる。さらに、就労労働時間49時間以上のものを含めた、場合、約865万人となり約、約22.9%となっている。ただし、2020年は、 新型コロナウイルスの流行による経済的影響により時間外労働の減少や宿泊業や飲食業をはじめとした休業者数の増加もあることに留意する必要がある。一方で新型コロナウイルスの流行に対する対応で過労死ラインを超えて賃金未払い残業で働く保健所職員がおり労働環境がブラック化している状況が生じている。そして 過労死逃亡死対策白書によれば、長時間労働者には、以下の傾向がある。性別、男性が多く、女性が約、約2.15%に対して、男性は約、約7.71%であった。年齢層、男性の場合、30前半、50代前半に多く、30代、後半は約、約10.49%、40代後半は、 約10.57%であった。女性の場合、20代後半で、週60時間以上就業しているもの,の割合が3.03%と、他の世代より高い傾向にある。さらに、週労働40時間以上のフルタイム労働者に、限った場合、65歳以上が12.31%と、突出して、高くなる。ただし、年齢層に関しては、 他と雇用されたものだけでなく、自営業者や家族従事者が含まれている。企業規模、企業規模が小さいほど高くなる傾向にある。業種、高い順に1運輸業、郵便業、2教育、学習支援業、3建設業の順に多い。ただし、週労働40時間以上労働者に限った場合、宿泊業、飲食サービス業が、 約17.20%となり、業種で、湯業、郵便業に次ぐ高さとなる。それぞれの業種に長時間労働者の比率が多い、背景には、であり、業種によって背景が違う。また、企業規模よりも、業種による違いが大きい。さらに、業種や年齢層によって、長時間労働者の割合が違うゆえに、長時間労働者の多い産業や年齢層が、 労働短縮の恩恵に預かれなかったことが2005年前後から長時間労働が社会問題化していった要因の一つと神林流は推測している長時間労働の発生する要因は様々にあるがその要因として以下が挙げられる最大の要因として過重な時間外労働がある日本における労働時間の上限は1日につき8時間1週間に 月40時間である。しかしながら、労働時間を延長する、労使協定を定めることができ、また、各種のみなし労働時間制を採用することにより、労働基準法32条にとらわれない、労働時間設計が可能となっている。時間外労働は36協定で定めた、上限時間数以内に収めなければならないが、十六協定には、特別条項と呼ばれる、 例外措置が認められている。これを駆使すれば、事実上時間外労働の時間数に制限がないことが問題とされてきた。また労働者の側も割増賃金を最初から安定収入として当てにした生活設計を描いているものも少なくない。いわゆる管理監督者等労働基準法41条に定めるものについては十二条、十六条、 と労働時間に関する規制は適用されないため、一般に時間外労働や、それに伴う割増賃金の概念を考慮する必要はない。しかしながら、管理監督者であっても、長時間労働が、心身に著しい悪影響を及ぼすことには、変わりなく、健康確保を図る必要があることから、使用者において、適正な労働時間管理を行う責務がある。近年は、 名ばかり、管理職と呼ばれ、名称だけ役職がついているが、実態は、管理職としての権限も与えられておらず、本来、割増賃金の支払いの適用除外とされるべきでは、ないのに、割増賃金が払われていない、従業員の問題が裁判でも多く取り上げられている。みなし労働時間制を採用すれば、対象となる労働者については、 実労働時間にかかわらず、事前に決めたみなし、時間分の賃金を払うのみでよい。しかしながら、みなし労働時間制は採用するための要件や、対象となる労働者の範囲が厳格に定められていて、本来対象とならない労働者を見なし、労働時間制のもとで労働させることはできないこととなっている。厚生労働省。 令和2年就労条件総合調査によれば、何らかのみなし労働時間制を採用している企業は14.2%で、あり、適用されている労働者の割合も約、約9.1%にとどまっている。みなし労働時間制が適用される労働者についても、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある。高度経済成長期に製造業を中心として、 形成された日本型雇用システムの特徴として終身雇用がある。そのため、企業で働く労働者が不況時でも解雇を回避しようと抑制する働きがあった。しかし、公共の場合は人員を増やさずに残業で対応した、つまり労働者の雇用保障する代わりに残業を前提とした業務体制や要因配置を維持したのである。そのため、 2006年まで経済の状況によって長時間労働者の割合が増減する流れが見られることも指摘されている。また、日本の企業は労使が雇い、雇われるだけの関係にとどまらず、共同性に基づく互助の関係にある。それゆえに、私生活より会社や仕事を優先するような考えが生じていった。さらに、そのコミュニティ的性格により、 不払い残業や上司が帰るまで残業する、付き合い残業が生じる要因の一つとなっている。さらに、日本の企業は、様々な仕事の状況に対応できるゼネラリスト的な能力が重視されつ傾向にある。そのため、労働者間の仕事範囲が明確に区分されていない。このことも、集団思考的な価値観と相まって、仕事を切り上げにくくしている。 そして、人事評価においては、業績だけでなく、意欲など、働きぶりが評価されることが少なくない。しかし、この雇用型システムは、男性正社員を主力として、長時間労働で対応する働き方は、女性の社会進出拡大とともに、時代と相入れないところが表面化している。長時間労働が生じてしまう背景に、上記の二つだけでなく、顧客、 取引先との関係や業種特有の事情もある。例えば製造業、情報処理業の場合、余裕のない納期が背景にあるが、飲食業、サービス業の場合は背景が異なり人手不足だけでなく、非正規社員の比率が高まりたことによる、正社員の業務負担のしわ寄せや休日を取りづらさが背景にある。そして、金融業、保険業は、 ノルマの高さであり、業種によって事情が異なっている。そのため、企業における、職場風土や、労務管理の問題にとどまらず、社外との関係も含めて理解し、解消の努力をしなければならない。2015年12月25日、広告代理天才大手の電通で、女性侵入社員が長時間労働による過労により、若くして過労自殺した。 この事件を受けて、法人としての電通及びその幹部が送検されたことが大きく報道され、長時間労働の問題が社会的に大きく注目されるようになった。2016年12月26日に厚生労働省は過労死等ゼロ緊急対策を発表し、企業に長時間労働対策を求めると同時に、労働基準監督署や、 労働局による取り締まりを強化する方針を発表した。合わせて悪質な企業については企業名を公表するとしてその範囲も広くしている。2017年4月に厚生労働省が発表した平成29年度地方労働行政運営方針においては長時間労働の抑制や過重労働による健康障害の防止がこれまで以上に強調され、 労働基準監督署による臨検でも特に重視されている。企業の側も適切な長時間労働対策を行うことが求められている。労働時間の適切な管理や業務の効率化、均等化はもとよりこれまであった産業医による長時間労働者への面接指導の規定を改正して2017年6月からは 月100時間長の時間外労働をした労働者の労働時間等の情報を事業者が産業医へ提供することが義務化され産業医が長時間労働者に対して面接指導を受けるよう干渉することがこれまで以上に求められるようになった。面接指導自体は労働者本人の申し出が起点となるものであるが月100時間長の時間外労働をしなければならない。 ほどの多忙な労働者が自ら申し出ることは、実際には考えにくいことから、企業の側から労働者の健康に対して適切に配慮することが必要となる。平成31年4月の労働基準法改正により、時間外労働の上限規制が盛り込まれ、特別条項をもってしても月100時間、年720時間を超える、時間外労働をさせることはできなくなった。 日本の官僚中央官庁で勤務する官僚は国会対応に追われ連日の庁舎泊まり込みや月150時間ほどの時間外労働が状態化しており残業を終えると深夜になることも珍しくないため霞ヶ関には午前1時でもタクシーが行列を作っている特に労働政策を所管する厚生労働省は残業時間の長さから強制労働省と 揶揄されていることから、長時間労働の抑制対策に乗り出している。しかしながら、2020年12月25日に、河野太郎規制改革大臣による記者会見より、霞が関がブラック化していると危惧して2020年の10月と11月に調査した、在長時間調査より、霞が関で働く国家公務員の全体の5から6%が、 人事院が定める超過時間の上限の月100時間を超えていた。さらには、過労死ラインに当たる月80時間超えは11から12%、45時間超えは35から36%も、在庁つまり時間外残業を行っていた実態が明らかとなった。その要因として、内閣人事局によると、前述にもあるように、国会議員の質問への対応や、 政策の企画立案、予算編成作業が挙げられた。特に20代のキャリア職員は特に深刻であり、100時間を超えたものは17から18%、80時間超えは20代キャリア職員全体の約3分の1、45時間を超えたものを含めると約3分の2を占めていた。平均在庁時間も全体で約2時間であるのに対して、 20代キャリア職員は約3時間と1時間長く若手キャリア職員に仕事の過重が多く押しかかっている。そのため20代キャリア職員の退職が年々増加しており2013年の21人から2019年の87人と約4倍に増加している。また退職の意向を持っている30歳未満の国家公務員のうち 長時間労働を理由としたものが男性が約34%、女性で約47%であり、規制改革大臣、河野太郎は2020年11月18日に自身のブログにてこのことについて問題提起した。そしてブログ内には国家公務員の総合職を目指す者が減少していることにも触れており、 申し込み者のピークである1996年の45,254人から2019年には2208人と半分以下に減ってきており、長時間労働が公務員採用に負の影響を及ぼしている。また、在長時間調査による結果は以下の通りであり、30代以下と40代以上と、愛種総合職とそれ以外の職種で明確な差があった。また、 この調査より、令和2年度臨時国会でのすべての国会議員の質問等の終了時間にあたる、最終通告時間が正規の業務終了時間を過ぎたケースが約3分の2に上ること、そのうちの約55%が20時過ぎとなっていることが判明している。また、中央官庁の官僚だけでなく、自衛隊等も含めた国家公務員全体で見た場合、 2020年は約68万人の内約4万人が週60時間以上労働しており、比率にして約5.9%である。さらに49時間以上のものも含めた場合、約10万人となり約、約14.7%となる。そして、前述より、河野太郎規制改革省は、霞ヶ関がブラック化していると危惧していたが、 霞が関だけでなく、地方公務員を含めて見た場合、全票の業種別で見た週労働60時間以上の割合は、2007年以降微減しているものの、週労働40時間以上の労働者に限れば12%前後で推移しており、他の業種が減少している中で、時間外労働の縮減が進んでいない現状がある。また、2007年は旧業種が公務員より長時間、 労働の割合が多かったが、2020年は3、業種と減少しており、河野太郎の言葉を借りれば、公務員が相対的にブラック化している現状がある。日本の病院勤務医厚生労働省が2016年12月に行われた、医師の勤務実態及び働き方の移行等に関する調査によれば、病院勤務医の男性は41%、 女性は28%が、週60時間以上働いており、週80時間以上となると、男性11%、女性7%となる。勤務医、約24万人のうち、長時間勤務の実態にある医師の多くは、病院勤務医であり、特に20代、30代の男女、40代までの、男性医師が、特に長時間となっている。また、診療科等では、 産婦人科、外科、救急科等となっている。臨床研修医も長時間になりやすい傾向にある。さらに、医療機関種類別では、大学病院において、特に勤務時間が長くなっている。長時間労働になる要因としては、急変した患者等への緊急対応、手術や外来対応等の延長といった診療に関するもの、勉強会等への参加といった。 自己検査に関するもの等が挙げられる。さらに、地域や診療科による医師の偏在があると考えられる。ため、医師が不足する地域や診療科においては、そのしわ寄せが個々の医師の負担を大きくさせてしまっているとも考えられる。日本の弁護士2018年版弁護士白書によれば、1週間の労働時間が60時間超えの弁護士の割合は、 約17.4%である。さらに、50時間超えて働く者も含めれば約、約41.1%であり、最も多い就労働時間帯は41時間から50時間の約、約27.9%である。週60時以上労働者が占める割合において、前述の病院勤務医に比べれば少ないが、非農林業男性労働者に比べれば、 1> 約1.26倍多い。また、弁護士活動で多く占めたのは、民事訴訟の約33.2%、弁護士会関係の会務活動や裁判等の弁護士活動を除いたその他の活動が約29.8%とこの2つの活動で約6割を占めた。日本の教員2016年に文部科学省が実施した教員の時間外労働の 調査では、小学校では約30%、中学校は約60%が1週間に20時間を超えており、1ヶ月では過労死ラインを超える計算となった。近年では、教員の労働環境の状況が報道されるようになったこともあり、志願者数が減少している。2021年に、文部科学省が現役教員に対し SN、SNS 上で、 教員志望者へ仕事の魅力を発信する、教師のバトンプロジェクトを始めたが、労働環境の実態を訴える声や文部、科学省への批判が集まり炎上したため、総合教育政策局の局長が、メディア向けに、プロジェクトの趣旨を説明する会見を開く事態となった。49時間以上長時間労働者の割合の、国別状況49時間以上男性長。 時間労,労働者の割合の国別状況を49時間以上、女性長時間労,労働者の割合の国別状況を49時間以上長、時間労労働者の割合の男女差の国別状況をパートタイマーや自営業者も含めた ILO のデータによれば、日本を含めた163カ国、地域の就労度を49時間以上の長時間、労働者の割合は以下の表のようになっている。 日本は総合で163カ国、地域中73番目に少ない国であり、男性は80位、女性は56位であり、世界的に総合と男性は、中の中、女性は、中の上位の位置にある。しかしながら、OECD 諸国の中で見た場合は、下位に位置する。また、日本のデータは、新型コロナウイルス流行下にある2020年の、 データであり、他国の多くは流行前のデータであり、流行による経済的影響や他国で行われたロックダウン等の流行対策が加味されてないため、単純に比較できないことに留意する必要がある。ちなみに、日本の2019年のデータでは総合で18.28%であり、総合で67位、男性は84位、女性は58位に少ない国となる。 そして、世界全体の傾向としては、ヨーロッパ地域及び、ロシアが長時間労働者が少なく、特に、ロシア、東欧地域が低い傾向がある。これをもって、冷戦時代に、共産主義陣営に属した影響によるものと思われるが、その陣営に属していた、モンゴルやベトナムは、冷戦時代に、資本主義陣営に属していた、日本やタイよりも、 長時間労働者の割合が高いため、地域的な影響が大きい。さらに、国、地域別では、プエルトリコブルガリアが低く、どちらの国、地域も男性が2%未満、女性が1%未満である。逆に高い国、地域は、イエメンカタールカンボジアブータンであり、男女とも50%以上ある。そして、男女差であるが、多くの国は、女性より、 男性の方が長時間労働者の割合が多いが、東南アジアでは、男女差が少ない傾向にある。国別では、キリバス、フィリピン、エルサルバドル、香港、ブータンは、女性の方が多く、特にフィリピンは、女性の割合が男性より1.1倍以上ある。中 o ECD による統計より、非加盟国である中国やインドを含めると、以下の表のようになる。日本は、 OECD 平均や中国やアメリカより高い。また、2020年現在は労働力調査より約5.9%であり、新型コロナウイルス流行下での労働状況であるとはいえ、2015年時点での OECD 平均及び中国都市部とほぼ同じである。近年の中華人民共和国では、新興の IT 企業を中心に朝9時に出勤。 夜9時に退勤、週6日働くという雇用制度、996工作制が横行している。中国の労働法では、1日8時間まで、週平均労働時間は44時間までとなっているが、996工作制の場合は72時間を超えて労働することになる。若者の中には、このような過度な労働を嫌い、物質的な欲求や、 社会競争での勝利より自分の時間を大切にする横たわり族も出現している。996工作制は違法な労働環境で取り締まりの対象であるが共産党では経済成長を求心力として利用していることから成長の阻害となる思想の広まりを懸念している。ありがとうございます。